え、みずほさんはあのフットサルやってるんですか？おー、素晴らしい。え、何歳ぐらいからやってるんですか？いや、最近です。おー、あ、最近？はい、高校の同級生が選手やってて、その人に教わった。あ、そうなんですか。すごい、男性。おお、すごい。フットサルってすごいですね。神経の背骨が曲がってると電気が伝わる。これはですね、神経の伝達がうまく楽ながらいけないから下がっちゃうということですね。私は苦手。あ、そうですね。あ、そうだ。それ腰気味だから結構それ系好きなの。さんに言ってもらいました。ヨガはどのぐらいやってるんですか？ヨガは1年くらい。あ、1年くらい。なんかヨガを始めて良かったこととかありますか？良かったことは、体質改善につながる。あ、体質改善。なんかヨガで一番好きなポーズはありますか？ポーズですか？はい。いろいろ、あ、立ち稽古もそうだ。最後にですね、あの一緒に幸せを祈るコースなんですけど、一緒にコースして終わりにしてもらいたい。ありがとうございます。せーの。あ、私もそうだ。ありがとうございました。クレイポン。みほさんでした。ハッピーハロウィーン。クレイポン。ありがとうございます。